仙台とそして岩田、両チームの選手たちが入場してきました。黒のユニフォームが仙台、そしてサックスブルーのユニフォームはジュビロ磐田です。平日水曜日のナイトゲーム、熱心な両チームのサポーターが集まっています。全員がペナルティーエリアの中に入っています。仙台対する磐田は中に6人。来た、押し込めるか、どうだ、シュミット・ダニエルが防いでいました。最後またちょっと強い接触がありました。シュミット・ダニエルと多いです。ここで落ちて、そこに多いが反応。佐々木匠が欲しがったところ、なんとか通る、チャンスですね。抜け出した、クリスラン、よく止めました岩田。いやー、よく止めましたけど、さらに今度は逆襲、もう一度仙台回収。今度は三田、縦に入れる、ヤンを落とす、キーパー上月キャッチです。そして笛が鳴っています。オフサイドの判定です。最後は森下が体を投げ出していました岩田。さあ中を見た、クロスが来る、いや直接だ、いいや、狙ってきますか、はい、素晴らしいですね、何気なくもらった瞬間にもうこれ打てるところに置いていましたね、うん、そうですね。また囲まれる、それでも出てくる、チャンスになった岩田、素晴らしい、余っていた宮崎、いや今のね崩し、はい、惜しくも枠の外。仙台も少しこうサイドに人数を割かれていましたので苦しいディフェンスでした。そうですね、こぼれたボール、中村俊輔ワンタッチ、川端の前に出る、キーパーダニエル出てきた、よく触りましたが、アダイウと回収、シュートを打った、ループシュートはそのまま、いや、クロスバーの上、ここで前半終了の笛、惜しかったアダイウトン、いいアイデアでしたけどね、はい、サポーターの大きなコールの後押しを受けて活かせるか仙台の後半最初のセットプレー。いや、すらしたボールはただ誰も触れませんでした、惜しかった、増島が触っていました、いい入りしましたしね、リアの精度も良かったですね、はい、非常に惜しいシーンを作りました仙台です。一歩二歩というところでしょうか、八塚が最後頭抱えてますね、ここでね、そして触った増島もこのリアクション、川辺1対1仕掛ける、シュート、わずかに枠の外、いや今のもいいトラップから、まあいい受け方ですよ、はい、自分で少しこうドリブルで角度をつけながら上がっていってシュートのタイミングを作っていました。ここ、もう少しなんですけどね、3人上がる間通した、いいですね、どうだ、まだこぼれている、これチャンスですよ、八塚ヒロクロス上がった、クリスランダー、キーパー止めた、素晴らしい、さすがの守護神カミンスキー、八塚のクロスからね、いい入りでしたよ、ね、しっかりとフリーだけど、ここで止めてしまうと右手一本、あ、微妙です、ラインの上で止めたかな、カミンスキー、三田のクロスが来た、まだこぼれた、チャンス、仙台のボールになりましたが、ここで試合終了の笛です。両チームあと一歩というシーンを作りながらの0対0、ベガルタ仙台対ジュビロ磐田のゲームはスコアレスドローになりました。